皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は10月30日、もう10月も終わりですね。まあ暑かった夏ももうちょっともう忘れかけましたし、それから台風が来たってつい最近のこともね、もうなんか忘れましたね。なんかもうだんだん涼しくなってきて、もう朝晩ちょっと寒いですからね。もうこれだけだ、まだこの暮れになってきたに向かってるって感じはあんましないですけども、おせち料理がどうだとかですね、年賀状の受け止まりますとかですね、まあ、そういうのばっかり出てくる、なんかあんまピンとこないですよね。まあ、そんな10月30日ですけどね、インフルエンザが流行り始めましたね。もうどっかではもうなんか学級閉鎖を行ったとね、行われたということで、ね、江戸川区でもね、ちょっともうちょっと離れたところの方では学級閉鎖になったらしいですよ。まあ、小さい方たちばかりですけど、まあ、かってのね、インフルエンザの B 型というのが流行ってましたね。予防注射終わりましたか？B 型っていうのは、ね、予防注射よく効くんですね。ですからね、早めにワクチンを、やられた方がいいと思いますね。インフルエンザってご存知のように A と B と C ともあるんですけど、ね、いろいろ A と B と C ってありますけどね、A ってのが要するにその流行、一番流行するやつでね、これがこうどんどん変異をしていって新型インフルエンザなんとかっていうのもこう A 型に入るんですけどね。で、 B 型っていうのはね、あんまりこう感染力も強くないんですけども、一回かかるともう二度とかからないような感じで、まあ一応安定したような、そういう B 型インフルエンザだから、とにかく予防注射こう形が合ってますから、予防注射するとかからないと思いますんでね。で、まあ、いずれにしてもそのうち A 型ってのが流行ってきますからね、まあ、早めにやられた方がいいと思います。予防は何といってもその飛沫感染とか空気感染ですから、よく手洗いをしたりね、本当はうがいって言いたいんですけどね、うがいなんか厚生労働省がもうあんまりこうインフルエンザ効果がないと言いましたからね、まあ、言いませんけど、まあ、よく手洗いをするとね、それから風邪をひいた人には接触しない、出かけるときはマスクをすると、まあ、そんなことでね予防しなきゃいけないわけですけど、なんといっても一番大事なことは、免疫力をつけておくということですから、とにかく抵抗力をつける、そのためにやっぱり睡眠をよくとって、食事をきちっととるとかですね、まあ、本当そういう基本的なことがね、大事なんですね。ということで、その前に、まあ、とりあえず予防注射を私のところでやってますからね、ぜひいらっしゃいませね。岩谷時子さんという方がね、亡くなられましたね。まあ、本当にいろんな名曲を書かれた方ですよね。加山雄三さんの何でしたっけ幸せだなというあるねとか、それからピンキーとキラーズの恋の季節とかですね、愛の讃歌とかね、まあ、いろいろそういう名曲を書かれた方、97歳で肺炎で亡くなられたということでね、岩谷さんを偲んで一曲まずおかけしたいと思います。これは私のとっても好きな歌でね、1964年の歌ですね、ザ・ピーナッツ、うなせラディ東京、聴いてください。
ザ・ピーナッツ久しぶりに聞きましたね。ザ・ピーナッツっていいですね。毎回、素晴らしく楽しいゲストの方をお迎えして、お送りしております健康ゲラゲラクリニック。今日のお客様は歌手の鈴木若さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組はですね、はい、打ち合わせも何も筋書きも何にもありませんからね、はい、とにかくゲストの方が自分の言いたいことを、はい、とにかく何でも喋るという番組ですから、はいはい、あんまり私がこうなんか質問してとかなんとかですけど、とにかくゲストの方中心にやっていく番組ですから、はい、いっぱいいっぱいいっぱい喋ってくださいね。はい、ありがとうございます。ということで鈴木若さん等に、メッセージ等のある方はメールをいただきたいと思いますね。メールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスの方は0356705332 5670533ですね、どしどしお寄せいただきたいと思います。ということで、歌手の鈴木若さん、はい、なんとなくいつもですね、はい、いやいや、この番組はゲストの人結構プロレスとかですね、はい、まあ、結構若い おじいちゃんとかなんか来るわけですよ、はい、でこう曲をリクエストしてもらうんですけど、そうするとね、はい、私の知らない歌ばっかり書くんですよ本当に、はい、もう聞いたこともないような。でディレクターの人は「うわすぐ知ってますよ」なんて言うんだけど、私も全然全くわからない曲ばかり書かるんだけど、はい、なんとなく今日は安心して聞いてやろうかなと。なんかそんな気持ちで今ここに座ってるんですけどね。そうですか。ぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますね。よろしくお願いいたします。私歌手の方はいろいろ聞くんですけども、はい、どうして歌手になったんですか、どうして歌手になってきっかけあるんですか、小さい頃から歌がうまかったんですか、うん、コンクールで優勝ばっかりしたんですか、いろいろそういうことを聞くんですけどね、はい、どんないきさつで、歌手になれたんですか。はい、ですね、昔ですね、友達と思い出すとカラオケにね遊びに行きまして、で上手ねとかって言われまして、言われてね、その気になりまして、じゃあねちゃんと勉強をして歌の勉強をしてセスとかね、ボランティアで歌えたらいいなというのが最初なんですね。そしてテレビ埼玉ミュージックアカデミーというところでですね、レッスンを始めまして、そして4,5 年経った時にですね、いろんな大会に、発表会大会 もうすぐに出ましたけれども、はい、4,5 年経ったぐらいからですかね、だんだん賞をいただけるようになりまして、そして、最終的に歌手になったというのはですね、私の今歌ってる歌の作曲家の先生のコンクールがありまして、はい、都内でありましてね、はい、初めて応募してチャレンジしましたところ、最初はですね、どんな感じか、ちょっと大きな大会みたいな感じ でしたので、テープ審査っていうのもございまして、はい、テープをまず送ってその結果で大会に出てみようかなと思いまして、テープを送りました、そうしましたら90点で、ぜひコンクールに出てくださいと、先生のコメントがございまして、そして早速応募いたしまして、それで大会で優勝いたしまして、優勝いただきまして、トントンです、ね、でその時に全員でね、賞をいただいた方は全員写真を撮るんですね、ステージの上で、それが終わってからその先生にですね、お声をいただきまして、デビューしませんかと、でとんでもございませんとお断りいたしまして、ね、次の日もまたお電話いただきまして、いやいやとんでもございませんということでですね、家族にも相談しましたら、いやとんでもないなと言われまして、それはとんでもないよと言われて、そうですね、1年後ぐらいですかね、そうなんですか、はい、その間はですね、半年に一度その大会がございまして、優勝者としてじゃあオリジナルの曲を歌ってくれと言われまして、なるほどなるほど、その時にですね、この私の今歌ってる歌をオリジナル曲として先生がねステージで歌われたんですよ。その時にねすごくいい歌だなと思って涙がこぼれまして、ではオリジナル曲でしたらこの歌を歌わせてくださいということで今の歌をね
練習をして、うん、半年に一度の大会の時の優勝者として歌わせていただきました。はい、で1年ぐらいとまた、まあ、その都度ですね3ヶ月後とか、うん、半年後にこうまたどうだろうって言われましたけれど、うん、まあ、家族ともいろいろ話をあっていろいろな点で、うん、まあ、1年後約多分1年後ぐらいだったと思うんですけれどもね、うん、ではという、まあ、最初それでなんでつまずいたか分かんないですけど、だってずっとそれまで歌手になりたいとか思って聞きたわけでしょ。いや歌手になりたいとは思ってなくて、まあ、ボランティアで、ね、歌っていければいいかなっていう感じで歌手になるとは思っていませんでしたので、じゃあ1年経ってじゃあやりますと。それでいやちょっとだけ記念という感じでちょっとだけということでですね、ああちょっとだけ1500枚ぐらいでしたかしらね作りまして。それが何年ぐらい前の話ですか。3年ぐらい前ですかね。あ、そうですか。そしてその CD がもうなくなるので、いやもうちょっと作りたいなと思ったところにですね、まあ、今の所属事務所の社長と縁がありまして、まあ、メジャーという形でまた作りました。新たに。はあ、はい、いやそれだけ本当トントン拍子じゃないですか。すごいですよ ね。普通は結構いろんな話聞くと、もう苦節20年とか30年って人結構いるんですよね。まあそういう話聞いたんで、なんか苦労話があるのかなと思ったんですけども、別に何もないですよそれはね。そうですね、なんか背中を押されてるような感じがいたします ね。本当ですよね。ありがたいことでございます。いや本当それも、いやいやすごいです。今も本当にありがたくて、皆様がね、私のこの歌を歌ってくださっている方が多くなってまいりまして、いろんな発表会大会で、テレビのカラオケ番組とかでも歌ってくださいましてね、すごい嬉しいですね。ありがたいです、カラオケ歌ってうまいねって言われてからがきっかけで、でもそれ自分でうまいと思ってたでしょ。歌手歌うの上手いなと。いやでも自己流でしたので、ちょっとこれは勉強しないとと思いましてね。その例えばほら、まあ、小さい頃からなんか歌ったらうまいねって言われたとかね、なんかそういうことがあって、それでまあ歌手になりたいかなと思った。そんなことも全然なかったわけですか。いやそういう小さい時じゃないのでそれはね、だから大きくなってから、大きくなっていつか知りませんけど、大きくなってからカラオケ行って、歌ったらうまいねって言われたってことでしょ、だからそれまで歌がうまいとかは思ってたわけですか。全く思ってないし、自分の声も全くもう嫌な声だなと思ってたんで。でも本当すごいな。それはもう歌でみんなの前で歌えるようになってみたいな、ちゃんと勉強したいなと思ってからトントン拍子に行って、もう本当メジャーデビューまでしちゃったわけですから ね。本当に自己流で歌っていた時と勉強始めたら全く違ってたんですね、歌い方が。ああびっくりしましたね。あ、歌ってこういう風に歌うんだと。あの発声から発声にしてもですね。そうなんですか。そうすると例えばそれにあのなんていうかスカウトする人っていうか目をつけてくれる人っていうのは、何なんですかね。その歌ってる歌がうまいとかそういう話じゃなくて、まあ、練習すればすごくなるなとか、そういう素質なんですかね。素質を見るんですかね。スカウトいただいたのは多分声だと思うんです。声と、まあ、私がその時に歌った曲がぴったりきっと合っててすごくよく思われて、多分先生が自分の作ったオリジナル曲をぜひ歌ってほしいということでしたので。ああそういうことなんですかね、その時歌った歌がすごくうまくて、もうとにかく何か音程から何からリズムからきちっともう合ってて、ね、カラオケの何か行くと100点とか出るような、そんな歌いがつなくても、歌手になれる道が開かれるかもしれないと。そうですね。いうことですよね。そうですね。じゃあ何が本当きっかけになるか分かんないですよね。声、あなた声とおっしゃったけど、自分の声じゃないかと。そうですか。で、そのですか、作曲の先生、作曲家の先生の作った曲が私の声に合うなと思ったんでしょうね、きっと。なるほどね。そういう巡り合ったけどあんまりないんじゃないかなと思いますけどね。運が本当に良かったんじゃないかなって気がしますよ ね。じゃあそのまず1曲聴いていただきましょうかね、これは最初の曲、その時の曲ですか。そうです。最初に CD
ってを作った時の曲、はい、ということですね、はい、じゃあそれを聞いていただきましょうかね、会いたかったはもう一度。会いたかったはもう一度、鈴木若さんでしたね、ありがとうございます。やっぱりその、まあ、私とはもう素人だからその声がいいとかなんとかって分かりませんけど、とにかく歌うまいなと、いい曲だなという感じがしますよね。こういう曲ならね、我々も歌えるんですよね、えでしょいやじゃあ、ね、若い人たちの曲は歌えない、どんなことやったら歌えないわけですよ。だこういう曲だったらね、あのそのうち何回か練習すれば大丈夫かなと思いますからね。そうですね、まあ本当にそれでこれあれですか、はい、一番
昔からっていうか、そのまあそのみんなうまいねって呼ばれる前からこう口、好きで一人で歌ってなんかされてたわけでしょ。ああ、そうです ね。あ、昔レコード聞いたりとかね。そういう時ってどういう歌が好きだったんですか。誰の歌が好きだった。ですね、もちろん三河健一さんも好きですけれど、三河健一さんの、はい、あの、まあ、八代亜紀さんとか、八代亜紀さん、そういう雰囲気で、そういう雰囲気で、はい、なんとなくこう鼻歌で歌ったり、鼻歌歌ったりする時はそういう歌を歌われて、ね、じゃということですね。演歌がとにかく好きだったと。演歌も好きでしたし、あとはそうですね、岩崎宏美さんとか、なんていうんですか、そういうの。まあ、あと北原美玲さんとかね。そういう歌好きだったと、はい、なるほど。で、まあ、大体そういう、まあ、でも昔はね、今みたいにポップスってさ、なんていうのか分かんないけど、そういう曲があんまり流行ってなかったですからね、そういう演歌ばっかり。そうです、私もそうですよ、本当に。ね、この前の春日八郎さんとかですね。この前とか春日八郎さんとかですね、そういう歌がね、を鼻歌で歌ったわけですよ、探知機オーケストラとかですね。まあそういうで、とにかくまあこういう、歌がとにかく流行ればいいなっていつも思ってるんですけどね、なかなか時代的に難しいとこありますよね、演歌っていうのはね、今ね。でもその演歌ルネッサンスというのね、ちょっと、はい、頑張ってやった方がいいんじゃないかなと私も思ってはいるんですけどね、はい、まあそれがそれで、その先生の曲をもらって歌ったのがこの歌ですね、はい、でそれから、どういう活動されてるわけですか。活動ですか。活動というか、まあ、その後はもうその歌でどんどん、はい、営業してって、いろんなところで歌わせていただいておりますね。事務所の発表会であるとか、はい、あとは地元のですとか、結構いろんな方、今発表会大会ものすごい多いんですね。そういうところにこうお声がかかりまして、出させていただいてます。あれですか、その歌の中すごいこんな感じだと思わなかったっておっしゃったけど、はい、そのうまいねって言われて、歌手というか、まあ人前に歌えるようになりたいなとか、はい、そういろいろ思って、なんか本格的にレッスンを始めたわけでしょ、はいはい、でそれからその先生についてまた勉強されたんでしょ。作曲先生ですか。いえ、作曲先生から、じゃあその音楽的レッスン始めた時に、はい、あ、歌ってこうやって歌わなきゃいけない、発声はこうしなきゃいけないってことが分かったと、はい、いうことですか、はい、でそれから例えば発声練習だとか、はい、まあ、その歌の練習ってはずっとご自分でやってらっしゃるわけですよ、うん、今だずっとアカデミーの方でずっとまだ席を置いてますので、そこでずっと練習レッスンを受けてると、レッスンを受けてるというか、まあ、今はレッスン、公認講師といただきましたので、教える立場なんだ、はい、教えております。教える立場ですね、はい、あ、なるほど。やっぱ発声練習って一番大事なんですかね、歌うの。大事ですよね、発声練習、大事なんですか。はい、はい、発声もそうですね、発音とか発音とかね、はい、そうですね。でも今の人たちみんなカラオケで歌ってるから、はい、なんかすごくうまいじゃないですか、はい、でみんなうまいうまいと思ってるけど、はい、あれじゃダメなんてとこもあるんでしょう、いっぱいって、ね。ね、やっぱり発声なんだな、腹式呼吸で、はい、発声練習する、あと心を込めてですね、心を込めてた、はい、うん、一つ一つの言葉をですね、言葉を大切に、はい、やっぱりあれですよね、意味っていうか、そのちゃんと歌詞を理解しないとなかなかうまく歌えないでしょうね、はい、したらね。そうですね。ね、はい、とかやっぱ最近の曲は歌えないんだよ。でしょ？意味が分かんないんだってね。そういうことですね。なるほど。それで、まあ今いろいろやって、今やってらっしゃって、この、はい、どこで、トクマジャパンからデビューされてるんでしたっけ。そうです、そうですね、はい、トクマジャパンからデビューされてると、はい、このあれは何ですかね、2010年にトクマジャパンコミュニケーションズから CD デビューに至ると書かれていますけども、はい、これとその2012年のアジア、2012年のトクマジャパンよりメジャーデビューって、はい、これは違うんですか。そうですね、最初はインディーズですね。トクマジャパンコミュニケーションズより CD デビューっていうのは、うん、インディーズでしたね。インディーズなんですか、これ、はい、そうなんですか、はい、そうで、こっちはメジャーです。そういうことなんですか、はい、よく分かんないけど、はい、なるほど、
じゃあもう完全にメジャーデビューされたということでね、なるほどね。でも本当こんな簡単に、簡単っていうことは失礼だけど、トントン拍子で行くってことはあんまりケースもないんじゃないですかね。ここに出てくる歌手の人の話聞いて本当一緒になって涙するような話する人も中にいますからね。そうですね、ね、幸せだと思います、ね、ですよね。本当、はい、本当にその何年ですか、その歌手になって歌ってみんなの前で歌えるようになってみようかなと思ってから今までのもう何年ぐらいですか。 10年ぐらい。え、そうですね、そのくらいで10年渡ってますね。はい、最初勉強始めてからですね。勉強始めてから、まあそうか、はい、そう考えたら、うん、まあそうでもないけど、とんとん拍子、でも歌手になりたいという苦労はしておりません、ね、うん、そうですよね。誘われたね、まあ、どうしようかどうしようかって迷うことは普通はないですよね。もうやらせがないって普通は言いますよ、すぐね。ねえ、だからそれを、悩んで、まあ、1年からあったわけですからね、はい、ありがたいお話ですね。いや本当そう、本当そうですよね、はい、10年でも、うん、そうですね。それでまあとにかくもう2曲目があれですか、2曲目のが出てるわけですね。いえ、まだカップリング曲でございますね。カップリングですね、さっきのですよね、はい、あ、それがあるということですね、はい、うん、で今ほとんど今の生活はあれですか、 歌い手中心の生活されてるわけでしょ。歌い中心の生活、いや別に仕事がありますが、あるんですか。はい、別のお仕事があってかつ歌手をされてるということですね、はいはい、そしてあと教えることもしてますし。そうなんですか、はい、まあ、ちょっとなんかご好きな歌をちょっと一曲じゃかけていただきましょうかね。はい、そうですね。ではもう昔から美川さんデビュー当時からね、不安でございまして、はあ、今現在もですね、美川さんの不安も私の不安になってくださったかと思おりますし、ね、はい、美川さんの、美川健一、何書きますか。柳瀬ブルースをお願いいたします。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、歌手の鈴木若さんをお迎えしてお話を伺っております。まあ、トントン拍子に歌手になってメジャーデビューされたんですけどね、はい、いろいろなんか多趣味というか、いろんなことやってらっしゃるみたいで、お花が趣味ってことじゃないですね。これもう家元教授、一級家元教授でしょ。はい、お花流、はい、はい、いただいておりますね。ですよね。だからお花のことでもいろいろ、まあ、お仕事されるかどうか分かりませんけど、まあ、なんかやってらっしゃるんでしょ。以前、まあ、数年前まではですね、いけばなも教えておりました。あ、はい、いやもう花は今は歌が忙しい。あ、そうです、ね、もういや花はちょっと全然もう分かんないんですけど、はい、まあ、ああいうお花の世界っていうのも大変なんでしょうね。なんて言いますか、よく改めて分かんないですけど、まあ、いろんな家元制度とかで、いろんな大変なんだろうなという気がしますよね。いやそういうのはあれですけどもね、皆さんお花が大好きで、あ、いろんなお花をね、生けることが楽しいですから、はい、そのた、いやいや全然もこれ分かんないから変な質問なんですけど、はい、なんかいろんな流派があるじゃないですか、はい、でああいうのはただ見て、はい、あ、これはなんとか流だなとか、そうやってすぐ分かるもんなんですか。そうですね、分かりますね、はい、あ、そうなんですか、はい、分かります。見る人は見れば、その流派の生け方があります。あの花器も決まったりね、してますからね。はい、なるほどね。いやちょっともうお花になった話も何もないですけど、あれですかね、やっぱりこうお花をやってるとなんかいろんな季節の移り変わりだとか、はい、まあ、なんかそういうことに非常にこう、まあ、敏感になるというか、うん、まあ、そうですね、ね、そういうふうになるんでしょうね、はい、やっぱりね、はい、感性が違ってくる、違うんですよね、我々なんかとね。それで、いや、お花が全部好きだと、その、プリザーブドフラーってか、ね、最近ありますよね、はい、あれは要するに造花じゃなくて本当の花なんでしょ。そうです ね、 ね、生の花を加工したものですね。ですよね。だからあれ、はい、プリザーブドフラーってなんか見てると、はい、ただ刺すだけでその花を買ってきて自分で加工するわけじゃなくて、それを買ってきてこうなんかいろんな、なんですか、まあ、うん、時計だとか何だか鏡だとか、そういうところにこうつけて飾りを作ってというような感じでやるものなんですよね。はい、そうです ね、 ね、だからああいうのになんか流派も何もないわけでしょ、ああいうのは。そうですね、流派っていう、まあ、私がやっておりますお原流でもですね、最近プリザーブドじゃないんですけど、いろんな小さな入れ物に受けたりすることはやってますね。普通 の、 大きな牡蠣で、うん、種子副子客子って言うんですけど、うん、まあ、流派によって言い方がね、いろいろありますけれども、それよりも小さく生ける生け方も今最近やってますね。あ、プリザーブドみたいな感じになるようなやつですね、はいはい、うん、アレンジですね、アレンジ花ですね、うん、はい、プリザーブドフラワーってのはあれですか、長持ちするからいいですね。そうですね、ということですね。5年はぐらい持つんじゃないでしょうか、ね、要するに生の花が、生っていうか、まあ、それを、はい、加工してるわけですけど、はい、それが要するにそのずっと長持ちすると、はい、まあ、造花も見て造花って分かりますからね。そうですね、それと違って本物は本物の花を、はい、ということなんでしょうね、はい、うん、高いですよ。だけどね、高いんですよ。高いですよあれね、はい、自分で作った方がだいぶコストは安くなりますね。ですよね、はい、で花自体を加工するの大変なんでしょ。その今はですね、うん、その加工したお花を売ってますので ね、 そ れ、 そ、 でね、それを使いますね、うん、花から加工するというわけではないんですよ ね、 そうですね、うん、花からやるのはちょっと大変ですね。大変なんでしょうね、はい、色つけたりとか、はい、このポーセーラーツって何ですか。これ、はい、ポーセーラーツというのはですね、転写紙といいまして、いわゆるシールみたいなものがね、絵が入ったシールがあるんですね。いろんな、はいはい、あらゆる絵のついたシールをですね、はい、それを自分のまあオリジナルのようにですね、オリジナルで例えばお皿とか、はい、カップ&ソーサーにだとか、大きなお皿ですとか、小さなお箸置きですとか、はいはいはい、いろんなものをですね、まあ、白地のものにそういうものをこう、デザインのようなものに自分でデザインをするような感じでシールを貼り付けて、それを10時間ほど焼くんですね。あ、焼くんですか。またそれ、はい、それを焼くんです。何百900度じゃあ無地の全く無地の陶器にそれを貼り付けてまた焼くわけですね。そうすると、よくお店に
お花が貼ってあったりとか綺麗なのありますよね。あれが自分でできるわけなんです。へー、あーそう、オリジナルです。本当の世界に一つしかないという。陶器を焼くのはやらないですね。その無地のものから始めるということですね。そうです、そうです、ですね、はいはい、そうです、そうです。へー、あ、それはだから面白いかもしれませんね、うん、楽しいですよ。もういろんなことが、ね、いろんな模様でできますからね。ですよね、はい、はそういうのも結構時間をかけて時間を割いてやってらっしゃるんですか今。やってますね。あ、本当ですか。はい、私 の, あのグッズとしても販売したりとか。あ、なるほどなるほど。そこに名前書いたり会社書いたりいるね。歌謡祭の時の抽選会に出してみたりとか、ね、うん、あ、なるほど、ね、そうですね、それはね、はい、あ、喜んでくださってますね。へ、それは楽しみです。もういけばなんかかなり長くやってらっしゃるんでしょ、ね、もう40年とか以上やってました。まあ、本当多趣味でね、すごいなと思いますよね。あ、それで、まあ、大体お花ですか、その趣味は。趣味はお花に関するとか、お花か、まあ、陶器か、陶器そういうものに関してですね。他に何かありますかね。他にですか、あんまりないですか。そうですね、そのただもう歌詞が、まあ、歌詞が忙しくて。そうですね、ね、それが忙しいから、うん、まあ、そうですね。じゃあもう一曲そのカップリング曲を聴いていただきましょうか。はい、何ですか、黄昏に涙し、黄昏に涙しです。はい、
このカップリング曲、この黄昏に涙してですね、これもすごくやっぱりいい曲で、はい、曲で歌いやすいと思いますしね、はい、これカラオケ入ってるんでしょ。入ってます、入ってます。2曲入ってますので、ね、ぜひよろしくお願いいたしますあのこの曲もとてもね、男性にも人気ありまして、し、ね、はい、歌ってくださってますですね、はい、はい、でじゃあなんかこれからの予定とありましたらどうぞどんどん発表してください。はいはい、私ですね、あの毎週金曜日にですね、あの FM レインボータウン木場でですね、はい、勝ちしかないですからね、はい、はい、どうぞ午前10時から12時まで、あの10時から夜、はい、昼午前、午前です。午前の10時から12時まで、時までですね、はい、事務所の先輩野上恋さんと2人でやっておりますので、はい、ぜひ聞いていただいて、まあネットで全国配信しておりますので見ていただけたらと思います、ね、はい、でですね、1月1日元旦午後1時からテレタマの新春カラオケ大賞っていうのがございまして、そこのゲストにも出させていただく、はい、1月1日ですね、ことになってますね。あと11月の、2日がですねちょっと飛びますちょっとごちゃごちゃですが、はい、11月の2日今度の土曜日ですね、はい、東松山市のですね、はい、あの日本スリーデーマーチで中央会場っていうのがございまして、そこでゲストで、1時15分から1時30分の15分間歌わせていただきます、はい、そして11月10日は、やはり先輩、あの事務所の先輩の野上浩二さんの30周年記念がですね、はい、K-O プラザ新宿の K-O プラザホテルでございまして、はい、その時も私もゲストで歌わせていただきます、はい。11月30日はですね、はい、初めてのですね、私の東松山市でございまして、はい、ディアナ・マリエルというところで、あの、はい、まあ、ファンの皆様と一緒に大忘年会を忘年会です、はい、いたしますので、ぜひお近くの方は、はい、ぜひミニライブもございますので、うん、ぜひいらしていただきたいと思います。会費もいりますからねはい、それから、はい、あとは、はい、あとないですか、ね、はい、まあ一応あとも1月1日ですね、かいつまんでそんな感じでございますね。あ、でも忙しいですね。おかげさまで、ね、それはそれはもうやっぱりこのお花どこじゃなくなりましたね、これね、はい、あのラジオの中にですね、私の一言お花講座っていうのをやってます。あ、お花の講座があってラジオどういうことを知るんですか、はい、お花をどういうふうに説明するわけですか。ですね、もう生け方ってっていうのはちょっと難しいので、難しいよ、ね、まあ、お花の特徴であったりとかね、何か取り上げて水揚げだとか、うん、いろんなこと、そういうことを、まあ、お花の生け方を教えるわけでしょ。生け方を教えるのはですね、あの本当に、その流派のやり方っていうのはちょっとね難しいかな、一般の方にはね、ちょっと、お花を習ってない方はわからないと思うので、うん、そうですね、ですから、まあ、大体基本的に、うん、あの例えばバラだったらば、うん、あの細めのは細めで小さめのは高く持ってって、うん、大きなあの花は下で見えるように下の方行けますよって、そんな感じでお話ししてますが、あ、要するに、まあ、いけばのやり方をということをお話しするということですね。そうですね。あ、なるほどね。まあ、この花は毒ですよとかね、花毒ですよ食べちゃいけませんよとそうですねまあ先生がお隣にいらっしゃいますけど、ああ、そうなんです、そういうことを。でもラジオでやるとなかなか難しいです。難しいですよ、そういう話をするっていうのはね、難しいですよね、はい、もうそれもでもさ、それは表現力をつける、そういう練習ですですけどねまあそういうことになりますからね、はい、それはそれはまあやってる。それがその レインボータウン FM でやってる。はい、そうでございます。レインボータウン FM いいですねなるほど、ためになる番組やってますねそうですか、ありがとうございます。まあ、本当に、まあ、まだまだ、ね、これからも本当まだ、あの歌手になって10年って歌手になって10年じゃない、デビューされてから何年、3年メジャーデビューしてから3年でしょ。メジャーデビューしてから2年です。あ、2年でしょ、まだ、はい、ね、それでいっぱいこんなお仕事が来て、はい、ね、まだ今のところ、まあ、なんとかこうローカルっぽいですけども、これから本当にもうそれがメジャーですからね、はい、日本中に、で活躍されるんじゃないかと期待をしておりますね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、まあ、ちょっと待ってくださいね。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック、それではここで今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います、今月の推薦歌謡曲は
自作自演の人生の応援演歌を歌っている千野出元蔵さんの歌をお送りいたします。この世に生まれてきたからは親の恩を忘れずに人の道をしっかり学び夢と希望を持ち続け堂々と歩いて行こう自分の道を。千野出元蔵さんです。この世に生まれて今お聴きください。歌手っていうか、まあ、その方はいつも聞くんだけど、はい、やっぱりほら風邪をひいたりなんかしててもやっぱり歌わざるを得ないというかいっぱいあるわけと思うんですよ ね。やっぱりこう自分でその普段からもちろん健康管理に気をつけてらっしゃると思うんですけど、はいはい、どういうことを一番気を使いますか。そうですね、普段ですねやはりこうそういうことがあっては困るので、いつもあの黒ニンニクを食べたりとか、黒ニンニク、はい、ビタミン C のドリンクを飲んだりとか、ビタミン C ドリンク、あとですねプルーンをですね種抜きのプルーンをお酢にいっぱい、はい、
たくさんのお酢につけるんですね。それを本当にね1日ぐらいでかなり吸ってくれるんですよ、お酢が。そうね、もう全然なくなっちゃうぐらいプルーンがお酢を吸うんですけど、それも毎日食べてます。それを食べるんですか？毎日食べてます、いただいてます。あのハンドラみたいなドライのプルーンありますよね、うん、あれドライでそのまま食べるよりも、お酢でつけた方がまた柔らかくて、そんなに酸っぱく感じないですよ。で体にいいじゃないですか。そうですね、お酢、うん、そういうのはもう毎日それをしっかり食べると取ってますし、インフルエンザの予防接種も昨日いたしました。そうですか、はい。なんですか、やっぱり喉とかその辺は一番気使いますか？使いますね、はい、もうだから即おかしいなと思ったら即対処します。なんかもしだから風邪ひいちゃうことってあるじゃないですか、声がちょっとなんか出にくくなったら、はい、そういう時はどうするんですか？歌なきゃいけなくなっちゃった。やっぱり風邪って早くね対処した方がいいと思うんですよね、うん、咳なんか出たもんなら大変じゃないですか、うん、なかなか止まらなくて。そういうことなかったですけど、今まで。ありました。あったですね。もう、もうだから咳出始めたら即注射をしていただいたりとか、もう即病院に飛んできます。で早く治るように薬もちょっとたくさんいただいて、それでもやっぱり歌わなきゃいけない時はあるわけじゃないですか、はいはい、そうするとやっぱり、どうするんですかね。もう咳出るでしょ、歌った時、でもその時にはもう出ないんですよ。歌を歌うそのタイムまでというか、その日までには直します、うん、あ、直したと、はい。やっぱりそうですね。やっぱりそうするとやっぱりこうなんか気持ちの問題でなんか緊張したりなんかすると、あれですかね、そういうのも咳も出なくなると。そうですね、今のところは、はい、歌の時には支障ないです。あ、なるほど。じゃあ自分もそういうことなかったですか、舞台なんかで。ないです、なかったです、はい、それはすごい。それまでには直します。やっぱりプロですね、そういうところがね。直したとかね、そこね。でも本当そういうビタミン C をたくさん取るとやっぱりいいと思いますからね、はいはい。ビタミン C とかプルーンの酢漬けって何ですか、マリネ、何マリネなんていうんですかね。お酢につけました。お酢につけると。なるほど、それで食べてらっしゃる、はい。それが健康のコツですね、やっぱりそのビタミン C ってやっぱその活性酸素を抑えますのでね、はい。とにかく健康維持にはいいと思いますしね、はい。予防注射はいいかもしれませんよ、本当に。インフルエンザ、今年とインフルエンザはそのプルーンを酢につけたものを食べる。ビタミン C は何、ドリンクなんか買って飲んでるんですか？そうですね、はい。あと睡眠時間ちゃんと取れますか？睡眠時間はあんまり取れないんですけど、まあ、なるべく5時間ぐらいは取れる。それでも5時間しか寝る時間ないですか？まあ、長くて6時間で目が覚めます。目が覚めます。おしっこしても目が覚めます。あ、そうですか。あ、でも5時間の睡眠でそういうもの食べて、でも横になったら即寝てしまうんですね。お酒やタバコは全然やらないですか？タバコはもう全然もう嫌いなので、もう遠くに吸ってる方にと逃げますが、逃げちゃうと、お酒はほどほどたしなみます。はい、ビール、はい、とか、ね、焼酎とかいろいろ、ワインとか。あんまり食事なんかも好き嫌いなく食べるんですか？もう嫌いなものは、8種類ぐらいですね。8種類だ、はい。そうですか。そう、じゃあすごい本当健康的な生活やっぱりされてるんですよね。ね、それがやっぱりいろんな、なんて言いますかね、本当にそのトントン拍子に進むコツだそうですよ、やっぱり。ね、周りの方にもね、ご迷惑をおかけしないようにしてます。まあ、健康が一番でね、はい。やっぱりそれだけ精進されてる、努力してるっていうことですね。やっぱり成功する人は違うなと思いましたね。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん、またね、今週1週間もゲラゲラ笑って、元気に過ごしていただけたら、寒くなりますからね、暖かくして出かけていただきたいと思います。じゃあ皆さん、本当ね、明日インフルエンザ予防注射待ってますからね、来てください。じゃあ皆さん、さようなら。ありがとうございました。うつむく背中にも追い風吹き抜ける気分が上がったな。